とやらの発射口。戦いの音が。ああ、みんな頑張ってくれているみたいだ。エルシオンを停止させれば魔皇騎兵たちも止められるはずだ。制御中枢というのはあれよ。響きの貝殻、やはり複製されていましたか。エンペラーが使っていた古代遺物と同じようにか。鏡の城で妙にあっさり返してくれたとは思ったが。それをもってエルシオンの力をブーストしているわけね。ああ、その通りだ。リーン・シュバルツァ、特務支援官ロイド・バニングス、元総督ルーファス・アルバレア、遊撃士たちに聖杯騎士、蛇に庭園を抜けた者たち、そして旧管理システムラピス・ローゼンベルク、その他の者たちも含めて、そうそうたる顔ぶれが集まったものだ。現れたわね。あれがティーンの偽物。なあちゃんたちのことも。エルシオンとやらの力が気に入らないな。なんだ、鏡の城で会った時とどこか。なんだか胸がざわざわするような。あれなんで、なんなんだこれは。どうしてこんなに。どうしたんですか。風の剣聖さんやマクバーンの偽物とは何かが違うみたいね。新総統はほぼ私と同じだったが、正直仮面の下の面構え以外はいでたちも雰囲気も全く違うはずだ。なのに私たちにはなぜかあなたがリーン教官にしか見えません。あなたは一体何なんですか。言ったはずだ、私はリーン・シュバルツァだと。以前のように名前が、いや、イデアそのものが歪められている。やっぱりそういうことか。おい、ロイドさん、分かったんだね。今回の事件の裏の真実、エルシオンとその背景にあるものが。どういうことですの。あくまでも事件の中心にあったのはエルシオンという機械知性だ。そこからさらに何かがあるとでも。ええ、文字通り本来あり得るはずがないことですが、あそこにいるもう一人のリーン、彼もある意味では本物のリーンに間違いありません。もしかしたらあり得たかもしれない、もう一つの可能性としての。それはもう一つの可能性。一体2年半以上前、あの青の大樹の事件の時の話だが、俺たちはそこである一つの真実を知らされることになったんだ。俺たち特務支援課はかつて死んだことがあるという。
出来事は一人の女の子にあまりにも重くのしかかってしまって、女の子は持っていた力でそれをなかったことにしちゃったんだ。それが本当はやっちゃいけないズルだって分かっていながら。キアちゃん、因果を紡ぎ直す力。そのあたりは詳しく聞いたことはなかったけど。そうか、あの教団事件の時の。僕たちも大樹で目の当たりにした真実。はい、そうでした。誰のせいでもねえ、俺たちが不甲斐なかったってだけの話だ。そしてかつてのイアン先生やベルはその力を持ってクロスベルそのものを書き換えようとした。まさか今回の事件は。俺たちが生きている今は無数に枝分かれした道の一つに過ぎないんだろう。そしてほんの少し判断や環境が違えば因果は全く別物にだって変わりうる。リーンにもあったんじゃないか、そんなターニングポイントが。あの時俺は黄昏の呪いを完全に引き受けて、もしあの時聖獣から大地の檻を授かっていなければ、まさかお前は。ああ、その通りだ。私はエリシオンが読み取ったリーン・シュバルツァーの可能性の一つ、黄昏の呪いの因果によって紡がれ新たに生まれ出た存在、イシュメルガ・リーンとでも呼ぶがいい。とでも言うべきか。じゃあまさか本当にイシュメルガだって言うの。いいな、もはや私はイシュメルガではない、ましてやリーン・シュバルツァーでもない。貴様らが辿ることのなかった因果のその先で生まれるはずだった存在だ。あの最終総国の果て、私は灰と共に幻想要塞を飛び去った。大気圏を抜けたどり着いた場所は果てなき時と暗き闇に支配された空間。そこでリーン・シュバルツァーとイシュメルガは溶け合い混ざり合いながらも互いの存在を抑え込み否定し続けた。もはや人外と化した体は朽ちることもなく、永遠に繰り返される総国によって己が何であったかすらも忘れていった。それはまさしく完成することなき無限総国とでも言うべきものだろう。そうして果てなき光景の闇をさまよい続ける、それが私と私の行き着いた因果だ。そんなリーン教官がそんなことに。俺やミリアムも最後までは付き合えなかったってことか。うん、あの時とっくに僕たちは限界間近だった。ほんの少しでも何か一つでも違っていたら。そんなあり得たかもしれない可能性をエルシオンは読み取ってしまったんだな。
宿っていた底知れぬ悪意ごと。エルシオンは悪意に侵食されて暴走し、ラピスさんを追い出した。うん、そうなんだと思う。礼を言う、リーン・シュバルツ。何？この地で目覚めたばかりの私はなおも内なる無限総国を続けるだけの曖昧な存在でしかなかった。だが共存し得ない因果同士の接触によって因果同士の共鳴と同化が引き起こされ、無限総国の均衡を突き崩すことで私はついに私として存在を確定することができたのだ。リーン・シュバルツァーでもあり、大いなる一でもある、高位の存在としてな。そういうことだったのね。全てはリーンさんの存在を揺らがせ、悪意の存在を確定させるために。しかも僕たちが今この地にいることすら全て手のひらの上のような物言いだね。実際そうなのだろう。エルシオンならば不可能ではあるまい。なんということだ。だが一つだけ予測の範囲外だったこともある。いち早く真実にたどり着いたのがリーン・シュバルツァーでも元管理者でもなく一階の警察官でしかないロイド・バニングスだとはな。さっきも言ったように似た経験をしていたからな。そしてリーンやルーファスさんたちと協力したことでようやくたどり着いたんだ。きっと俺一人の力だけじゃたどり着けなかったはずだ。ロイド、教えてもらうわ。あんたは結局何がしたいの？聞いてる限りじゃただ計算されて呼び出されただけの存在なんでしょ。なのにクロスベルを、帝国を、大陸をめちゃくちゃにしてまで一体何を？いいなことを言う。言うな、クロフォード。私の目的など最初から決まっている。大陸を、この世界を救うことに他なるまい。エリュシオンが私にたどり着いたのはただの偶然だったのか？いや違う、私の汚染を受けたのは結果に過ぎない。その目的は依然変わってはいない。エリュシオンは本能的に求めたのだ。黄昏を終わらせた英雄リーン・シュバルツァーの因果を、そして黄昏の根源であるイシュメルガの因果を、あくまで大陸を統一し恒久平和をもたらすためにな。な、バカな話がめちゃくちゃすぎるだろう。それは今お前がやっていることと完全に矛盾しているはずだ。帝国に端を発した黄昏という最悪は人間の不完全さを、悪意を浮き彫りにした。これからも大陸には最悪が降りかかるだろう。そう遠くないうちに間違いなく。ならばその目となるものを今のうちに取り除けばいい。そして悪意の体現者であり英雄でもある私こそがそれを執行するのにふさわしい。エリシオンはそう結論したのだ。そのためのバベル。今回の事件の全てはそれにつながるということか。これがあらゆる事象を演算し得るエリシオンが導き出した答え。この再創生がなった時、人類は次なる段階へと進化するだろう。勝手なことばかり言わないで。エリュシオンの本質はあくまでも観測と演算に過ぎない。自分勝手に結論を出す権限なんてない。ましてや
それを意志や運命みたいに言うなんて。はっきり言って、それはただのバグよ。手違いであなたを読み取ったせいで生まれてしまっただけのね。ラピス、言う言うねえラーちゃん。分かったようなこと。エリシオンの目的にそぐわぬと切り捨てられた者などに。分かるよ、少なくともあなたよりは。私、知らないことだらけだった。テートやクロスベルにあんなにたくさんの人が暮らしていたことも、苦しくて辛いことを乗り越えて一生懸命生きてきた人たちのことも。それから誰かと一緒に食べるランチやスイーツがあんなに美味しいことも。この世界にはエルシオンですら計算し尽くせないものがたくさんある。そんなことも分からず導き出された答えが完璧であるはずがないじゃない。なのに強引に遂行するって言うなら、管理者としてただじゃ置かないんだから。吠えるな、古き管理者。貴様ごときに一体何ができる。できるさ、俺たちもいる。真実を知った上でお前を見ていると、いろいろ思うことがある。今ここにいる俺はただほんの少し運が良かっただけなのかもしれない。この変わってしまった髪や目も背負うべき業なのかもしれないって。だからリーン・シュバルツァ、お前をそこから救い出してやる。痛みを、苦しみを全て引き受けて、大切な人たちとも別れなくちゃならない。そんな呪縛にとらわれたままのお前を、死と父とたくさんの人たちからもらったものを、今度は俺が俺自身に教えてやる。リーン、そうだね、考えてみればめったにない機会かも。残された私たちがどんな気持ちだったか思い知らせます。教官に喝を入れるのも生徒としての役目よね。一緒だね、エステル。うん、ずっと繋がってる。準遊撃士として歩み出したあの日から、リベールだけじゃない、クロスベルや帝国の事件にも関わって大切な人たちと出会って、そうやって紡いできた絆があれば越えられないものなんてない。クロスベル再占領事件の真犯人、テロリスト、イシュメルガ・リーン、不法占拠および大規模テロの現行犯で逮捕、拘束させてもらう。それでこの事件は全て解決だ。ええ、もはや迷う必要はないでしょう。警察として、支援家として、私たちとしての責務を果たすだけよ。そして元同僚として、親友の一人として、性根を叩き直してやるぜ、リン。揃いも揃ってザレ事、いいだろう。貴様たちが再創生の弊害とならんとするならば、手ずから教えてやろう。貴様らの因果はもはや私の手のひらの上だと。大陸統一の礎となって消えるがいい。大いなる救い、再創生を始めるとしよう。果てるがいい。轟、
俺の番だな。こー熱を新規合一行くぞ。うなり螺旋撃任せるがいい。風よ我が力となる。行くぞ。やあ助かった。行くぞ。驚きトールハンマー。行くぞ。風まく光よ我が剣に集え。ダメだ。うしんだ。後期恐らく任せたまえ。私の番だ。ラウドウォリアー。私の番だな。見切った。遅い。これも誠を失いし者の剣。行くぞ。ノーン仕上げといこう。バネを積むて無は有にして有はまた無なり。助かった。
くぞ。触らないで、バラスコッペリオン。行くぞ。やっ、感謝しよう。当てるがいい。存在同士の衝突という矛盾、それは本来世界の因果すら壊しかねん。貴様にはこのまま消えてもらうぞ。私自らの手で降臨せよ。原初にして究極の存在、ゼロの騎士ゾアギルステイン。ゼロ騎士、各種データ測定不能。聞いていた以上の脅威度です。あいつがイシュメルガと一つになったリーンだっていうなら、この鬼神は最終総国によってついに錬成された大いなる一。
の後、バリマールがたどり着いたはずの姿なのでしょう。炎と大地の至宝を合わせた七の鬼神全ての力を持つ存在か。幻想要塞で戦ったのとは根本から違うみてえだな。そんなものまで再現できてしまうなんて、一体どうやったら勝てるって言うんですの。ううん、まだだよ。聞こえるか、若者たちよ。準備していたあれらを送る。座標を固定すればよい。わかりました。あんたたちも手伝いなさい。了解です。クロー先輩のティルフィングまでもう修理できたのか。やるじゃねえか。ジョルジュにマカロフの旦那も。あの金色のヘルモードはまさか紫外線後に無傷だったものを使えるように手配しておいた。いつの間に。ちゃっかりしてるね、ルーハス。私は私の使命を果たすのに、この場は任せた。頼むリー、ユナたちも。これまでに培ってきた全てをぶつけてきやがれ。了解です。地方の力に立ち向かえるつもりか。やってみなきゃ分かんねえだろうが。全員の力を合わせればきっと。いいね。エルシオンが予言する。可能性はゼロだ。きっとなどというものは存在しない。それを身をもって思い知るがいい。未来を得ることはない。このまま消えんせよ。行くわよ。やあ、チャンスいただき。行くぞ。せい。崩れた。遅い。
私の番ね。やあ、チャンスいただき。僕の番だな。崩れた。速攻で蹴散らす。ええ、任せて。私の番だな。はっ、後期だ。うん、しよう。
行くぞ。力ここまでとはな。リン、ユナ、気候兵でもかなわないなんて。このままじゃ。これで分かっただ。エルシオンの予言は絶対だと。貴様たちに希望などない。いい加減に諦めることだ、リリン・シュバルツ。かつてお前があの幻想要素で全てを捨てようとした時のようにハ教官、何がおかしい。いや、やっぱりお前はもう俺じゃないんだなって思ってな。あの時の俺は全てを諦めてそれを選ぼうとしたわけじゃない。いつか絶対にみんなのところに戻る。
その覚悟を持って腹をくくっただけだ。結果的にそれが叶わなかったとしても、自分自身を失うことになったとしても、最後のその瞬間まで大切な人たちを思って戦ったはずだ。大丈夫、いつかきっと戻ってくる。それじゃあまた。ありがとう、楽しかった。諦めろ、諦めろだって。ふざけるな。俺を大切に思ってくれる多くの人たちを、俺を誇りだと言ってくれたあいつを。がっかりさせるような真似できるわけがないだろ。ディーン、君はまったくもって意味のないやりとりだ。今こそ消えるがいい。それすらも叶わず、大切なものも守れない己が無力さとともに。存在を一時的に再定義したようだ。そしてそなたらの期待を得意点として、断りの外からなんとかつながることができた。バカな、そのようなことが。立つがいい、クロー。今こそそなたらと共に行こう。マルディーヌ、まさかまた会えるなんてな。またこの私と戦ってくれるというのか。あくまでかりそめの力ではあるがな。行くぞルーファス、そなたが変わったということを示す時であろう。ずっと見てきたぞリン、あの戦を乗り越え、なおも迷いながら仲間と共に成長を続けてきたお主を、今こそお主がお主自身を乗り越えて前へと進むとき、私も力になろう。ああ、よろしく頼む。灰に青、それに金までも。まさかこのようなイレギュラーがあるとはな。だが、それがどうしたというのだ。我はゼロ、七の鬼神の全てを内包する者。退かないの屈折どもが宿ったところで届く道理などない。ならばその完璧、今こそ我らが突き崩そう。計算なんてする暇なんざ与えねえ。もう存分イレギュラーを味わいな。行くぞ、俺が行こう。おお、ゼロに対し力、改めて応援しろ。今度は私も協力する。行くわよルーバス。ではせいぜい頼りにさせてもらおう。
ない。私の番だな。そこだ！せい！おうよ！そこだ！そこだ！付き合いだぜ！私の番ね！行くぞ。セイ、崩れた。スキャリ。私の番だな。はっ。攻撃だ。うん。俺の番だな。そうだ。崩れたな。スキャリだぜ。行くぞ。そこだ。せい。せい。私の番だな。はっ。攻撃だ。うん。おうよ。私の番だ。うん。攻撃だ。このまま押し切るとしよう。いざ了解です。行くぞ。新規発動。俺の番だな。そこだ。行くぞ。
行くとしよう。新規発動。俺の番だな。しよう。私の番だな。暗き力よ、急げ。俺の番だな。まっつく、今だ。スキアリス、私の番だな。セイ、攻撃だ。覚悟してもらおう。私の番だな。新規発動。行くぞ。新規発動。
新規発動。任せたまえ、暗き力よ。私の番だな。チャージする。俺の番だな。貴様らごとき
エルシオンの命を破れるはずが。このノイズ、まさか。重層統制サーキット強制分離メビウスモデルに介入。第3、第6、第7リンククリア。凍結処理並びに認証阻害解除。掴んだ。エリシオンシステム切断。やあ、俺、こうやって面と向かって話すのは初めてだな。ああ、だけどずっと感じていた。自分の中にいるもう一人の俺を。この場所は一体？ここは俺の内面だ。ちなみに奴はここにはいない。安心してくれ。そうか。最後の動画はもう少しで終わろうとしている。リーン・シュバルツァーの因果はやがて一つに収束するだろう。不安に感じることはないさ。もともとお前は俺だからな。ただそれはイシュメルガを今の因果の俺が引き継ぐことを意味する。そうなんだな。ああ、だがこれはある意味チャンスでもあるはずだ。どういうことだ？奴はお前との同化でこの世界に自身の存在を確定させてしまった。残してしかない俺ではもはや
奴をどうにかすることはできない。だがお前ならできるはずだ。奴と一体になったらゾアギルスティンの力を使え。そうすれば女神の枷を解き、どこへでも行けるはずだ。奴を引き連れて大気圏外でも大陸の外へでも行けばいい。それで今回の事件は解決する。それは一度存在が確定した奴を完全に消し去るにはもうそれしかない。人間の悪意は決してなくならない。イシュメルガもいつかは蘇ってしまう。後の時代に問題を残さないためにも俺だけはその決断ができるはずだ。さあ最後の同化を受け入れろ、リーン・シュバルツァ。いいや、それはできない。なぜだ。これが奴を封じる最も確実な方法なのは分かっているだろう。今さら自分一人の命が惜しいとでも言うのか。みんなを助けるためには。違うんだリン、以前の俺はそうやってずっと一人で抱え込もうとしていた。自分の身に何があろうとも他のみんなを救えればそれでいいって。でも本当は救えてなかったんだ。俺のことを思ってくれる、俺のために泣いてくれる人たちのことは。あの黄昏の引き金を引いた俺なんかが幸せになってはいけないと思っていた。いや、今でもどこかでそう思っているのかもしれない。でも資格がどうこうの話じゃない。俺は幸せにならなくちゃいけないんだ。人は一人では幸せになれないから。そして一人だけ不幸でいることもできないから。大切な人たちに幸せになってもらうためにはまず俺が幸せにならなくちゃダメなんだ。それが今の俺にとっての一番の目標かな。だからもう一人で背負ったり抱え込んだりしない。自分と大切な人たちを、そしてまだ見ぬ仲間たちを信じて前へ進む。たとえこれから先再び強大な悪意が立ちはだかっても、俺たち全員でならきっとより良い結末を勝ち取れるはずだって。そうか、それが俺の選んだ道だったんだな。どうやら俺はお前だが、お前は俺じゃないみたいだ。少し羨ましい気もするな。いいだろう。だったら勝ち取ってみるといい。一度奴を倒したお前たちならきっと乗り越えられるはずだ。ああ、任せてくれ。そろそろ時間みたいだ。それじゃあな、リン。自分に言うのも変だけど達者でな、リン。
が暴走しているのか。しぶとすぎるっての。不死身とか言わないわよね。あと少しのはずだ。切り離せたみたいだ。あとはイシュメルガを倒せば。そういうことか。あとは任せてくれリン。決着をつけてきます。ルーバスの分まで。大陸王再創生する。全てを無へと消し去ることで。めちゃくちゃ言ってんじゃねえ。させるかよんなこと。リーンさんたちが作ったチャンス、決して無駄にはしません。私たちを導いてくれたみんなの思いに応えてみせる。行くぞ。俺たちの手で未来をつかむんだ。Oh!